いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。行きましょう。素晴らしい味だ。取らせやがって。あ、帰ってきたな。ああ、マスターはちょっと出かけてる。それにしても随分遅かったな。その代わりいいネタが仕込めたぜ。どんなネタだ。病院で和樹を襲ってきた二人組を捕まえて組織の名前を吐かせた。真剣派？漢語で真という字は仁、剣は言、派っていうのは派閥って意味でパと読む。まあ日本じゃ派っていうのが普通だがな。人言派。
韓国の組織か。間違いねえ。聞いたこともない組織ね。まあ知らなくて当然だ。日本のヤクザと違って韓国系の組織はマフィア化している。表立ってダイヤモンを掲げるような真似は絶対にしない。組織の名前も単なる呼び名でしかない。奴らにとっちゃ名前なんかどうでもいいのさ。大切なのは鉄の結束、それだけだ。じゃあ大吾と合田会長を誘拐したのもそのジンゴン派か。ああ可能性は高いな。けどよく韓国語が分かったわね。昔ちょっとな。ここも危ねえようだからそろそろ場所を移そう。どういうことだ。どうやらここにも刺客の手が回っているらしい。本当か。マスターの様子がおかしいんだ。そわそわと出たり入ったり、どっかに連絡したりな。それになんだ。彼女のことを探してるみたいだ。私を。この写真がカウンターの中にあった。なぜこの写真が。ここは俺一人に任せてくれ。マスターに確認する。お前は伊達さんとカブラさんをせれない。分かったわ。あれ桐生さんお戻りで。マスター、この写真は一体何だ。それはなあマスター、俺は1年前からあんたのことを知ってる。だからできれば争いはしたくねえんだ。理由を聞かせてもらえないか。いやそれは。誰に頼まれたんだ。いやマスター、もう後戻りはできないっすよ。俺らはやるしかねえんだ。桐生さん、俺たちのために死んでくれ。頼む。許してください。この辺りの店は1年前の事件で客足が減って、みんな借金を抱えてしまって。闇金に手を出したのか。銀行が相手にしてくれなかったので、つい毎日返済に追われて困っていたら、急に借金を全額肩代わりしてくれるって人が現れまして。誰が肩代わりすると言ったんだ。戦国組という組織の人に言われました。それでお二人の写真を。つまり懸賞金がかかってたってわけか。そうです。私は迷った。でもやるしかないところまで追い込まれてました。ですから。もういい。1年前の騒ぎは俺の責任が大きい。でも全ての型は俺がつける。あと少し待っていてくれ。だからマスターはこの場所でいつも通り客にうまい酒を楽しませてやってくれ。桐生さん、毎日同じ場所に同じものが待ってる。それがこの街じゃ
心の救いになるんだ。だから店を捨てないでくれ。はい。やんのか？ああ、しばらく寝てろ。気に入ったぜ。さ、行くか。それでは、なんという味だ。
い。ああ、
ああ、帰ってきたか。やはり裏で糸引いてたのは近江の誰かだったの？ああ、戦国だ。マスターたちは金で追い込まれたらしい。そう。へえ。どうしたんだ、何かあったのか？キリュウ、ちょっとヤバいことになっちまった。さっきの天野ビルの一件、どうやら俺が容疑者になっちまったらしい。どういうことだ？警察の監視カメラに誠が撃った瞬間が映っていたらしいんだ。どう見ても伊達が撃ったようにしか見えん。これは何かの間違いです。これは現場にあったものだ。鑑識で伊達の銃のものと判明した。何度も申し上げる通り、彼は我々の極秘捜査に協力してもらっているもので。元刑事とはいえ、銃の携帯などを許せるはずはなかろう。おっしゃる通りですが、彼の協力がなければミレニアムタワーを爆破させた組織を特定するのは難しい状況でして。君らが追っていた組織とは何なんだね？ジンゴン派です。ジンゴン派？何を言ってるんだ。ジンゴン派はとっくに壊滅したはずだ。いえ、公安部が半年前から内定していたところ、その残党がまだカムロ町に潜んでいることが分かったんです。確かな情報なのか？ええ、我々がマークしていたスターダストというホストクラブのオーナーはその可能性が高かったのです。なぜ公安部は正式な捜査を行わなかったのかね。和樹は用心深く頭が切れます。そこで倉橋課長から和樹と親しい伊達さんの捜査協力要請があったんです。事情は分かったが、このような結果になってしまったんだ。伊達を逮捕するほかなかろう。逮捕？これが公になってみたまえ。元刑事のスキャンダルとしてマスコミの格好のネタになるだろうが、すぐに伊達の身柄を拘束する手続きを取る。待ってください。現時点をもって本捜査の指揮権を捜査一課へと移行。人言派の事件においても同様だ。公安部も四課もこれ以上の手出しは無用だ。分かったね？はい、分かりました。以上だ。倉橋課長。分かっています。伊達さんのことは私にも責任がある。いい方策を考えてみます。ビデオに映っているのはほんの一部じゃない。そんなことは幹部の連中にはわからない。だとしてもビデオに映っていただけでどうして容疑者になるのよ。今この町で起きた事件は全てビデオで検証することになってんだ。あの男を射殺したのは私よ。銃を提出して証言するわ。よせ。元刑事とはいえ一般人である誠を使って極秘捜査をしていたことは事実なんだ。それに現場には誠が撃った銃弾が残ってる。お前の銃弾はもみ消されちまうだろう。花屋が撮ったビデオが証拠になってるのか？おそらくそうだろう。こうなったらとことん人言派の動きを追ってやる。だがこのままカムロ町にいたら逮捕されるのは時間の問題だろう。一旦離れた方がいい。これからどうするつもりだ？大吾の居場所を探し当てて、そこから人言派を探ってみる。どうやって？こうなったら
あいつを頼るしかない。花屋か。ああ。何か掴んだら連絡する。お、はい。ああ。はい。何しにとはご挨拶だな、元ヘッド。コウジ？ヘッドだったあんたなら何しに来たか分かるはずだぜ。岡野はどこだ？知らねえ。嘘つくんじゃねえよ。あんたが示した次期ヘッドだ。知らねえはずがねえ。知らねえもんは知らねえんだよ。そうか、だったら500万きっちり払ってもらうぜ。なんで俺がそんな大金払うんだ。ずいぶん儲けてんだろ。レジの中にあるんじゃねえのか。俺の金じゃねえ、店の金だ。おい、なめたこと言ってんだよ。チームバックレたやつは500万、あんたが決めた掟じゃねえか。あんたが示したヘッドがバックレたんだ。責任取れっつってんだよ。後でもう一度来る。それまでに金か岡野、どっちかを用意しておけよ。
しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。なあなあ。お？ああ、ああ。